若いうちから海外行くことをどう思いますか？また日本にいい感じの未来はあると思いますか？若いうちから海外行くのいいんじゃないですか？なんかいろんなものを知れた方が。僕は、まあ旅行でしか行ってないですけど、いろんなところで、ね、お仕事の都合で行かせていただいて、やっぱいいなと思いますね。なんかあと日本だけしか知らなかったらさ、なんてちっぽけなことでこんな悩んでたんだっていうことになるんで、見るのはいいと思いますね。日本にいい感じの未来はあると思いますが、あんまりないとは思いますけどね。このままやっていると。まあ日本自体はあんまりないですけど、個人が幸せになるか否かっていうのはまだ話が別だと思うんで、日本全体としてあんまりいい感じの未来は、基本的にはもう人口減ってきているし、おじいちゃんおばあちゃんになってきている時点であんまりないのかなと思います。ただ、その中でも、やりようはあるだろう。個人でやりようはいくらでもあるのかなっていう感じですね。私はずっとやりたいことがなく、飽きっぽい性格で転職を繰り返して気づけば32歳になってしまいました。一番スキルがあると言えるのは経理の仕事なんですが、経理の仕事は楽しいとは思えません。今は無職で貯金は100万円ほどしかありません。鹿児島のど田舎に祖父が住んでいた空き家があるのですが、この場所で何か始められると思いますか？やっぱりおとなしく経理で就職すべきでしょうか？経理で就職して土日に遊ぶっていうのがいいと思います。なかなか鹿児島のど田舎にからアプローチしていくのは難しいのかなと思いますね。経理の才能があるんだったら経理をやって土日でむちゃくちゃ遊ぶっていう。で、土日で結構仕掛けて、その副業みたいな仕掛けて、そこが盛り上がっていったらそっちに乗り移ったらいいと思います。頑張ってください。転職について好奇心と現実と体力、の狭間で優先度がつけられず迷っています。何か、アドバイスがあればよろしくお願いします。体力ですね。体力とか健康みたいなものが、最優先課題であると思います。まあ、それがないとですね、好奇心とか湧いてこないんで、なのでやっぱ体力づくりはちゃんとしておいた方がいいと思います、自分は今スポーツトレーナーをしています。これから運動指導の他に睡眠の質改善の分野にも力入れていこうと思います。準備中です。西野さんならどんなように集客していきますか？改善後の離脱率を下げない工夫などもあれば教えてほしいです。よろしくお願いします。お客さん同士を仲良くさせるっていうのが非常に一番有効な手かなと思っております。やっぱぼっち参加嫌みたいなことって平気であるんで、いうと一緒に行くんだったら行くよみたいな感じのって結構あると思うんで、お客さん同士と接着させるっていうのは重要かなと思います。頑張ってください。